スタジオで仕事が終わって事務所に戻ります。とりあえず一路皇居方面に向かっていきましょう。道がちょっと空きましたね。さっきから 4,50 分も経ってるか経ってないかぐらいなんですけど、やっぱりそれでも変わりますね、流れは。今日の、レギュラーの現場はですね、今日で2020年終了でした。お疲れ様でした。なんかもう仕事現場の人たちと最後別れるときになんか良いお年をっていうのが不思議ですね。全然年末感まだ体感してないんですけどね。でももう年末なんですよね。全然普通にあの中で来週再来週のスケジュール1なんてやり取りしてるとなんかもういつも通りっていう感じなんですけど、時間感覚が今年はないですね。まあ、来年も楽しくやっていこうかな。で、気づけばテネレがガソリンが少ない。どこでガソリン入れようかな。ガソリンスタンドどこが安かったかな。左側に豊川稲荷がありますね。これですね、初詣はいつも混むから行かないんですけど、初詣が終わったぐらいの時になんとなくこの近く仕事で寄った時にはお参り立ち寄るんですけど、今年はイギリスがね、クリスマス禁止なんて言ってますけど、だとすると年末ね、クリスマス、ヨーロッパでクリスマスないってそれどうなんですかね。楽しくないですよね。まあ日本もどうなるかわかんないですから、初詣はとりあえずはね行かない方がいいんじゃないです。まあそれはあのね、皆さんの好み次第なんですけど、まあ今の時期できれば人混みは避けたいとこじゃないですかね。そういうなんかね、こう時折々の季節ごとにイベントってあるじゃないですか。それができないとなるとえらいなんかね季節感飛んじゃいますよね。これどっちから行こうかな。この先左曲がっても右曲がっても結果あんまり変わんない方向なんだよな。いつもここ走るときに悩むんだよな。あー、 Google 先生わりかし左進めてくるからちょっと左行ってみる。右の丸の内の方が綺麗だけど、そっちはもう散々通ってるから、あえてのこっちから行きましょうか。歩道止まる行くで、自転車がすごいとこから出てくる。ダメだ、甘いで、こっち九段下方面、こっちから行こうかな。もうガラガラ真っ暗。これだけ暗いとどうですかね、 GoPro とか FDR とかなんかそんな高性能アクションカムを持ってしても何もなければ何もないからな。編集ソフト取り込んで見てみるのが楽しみです。さあ東京 FM の前を通過していきましょう。ちなみにですね、僕がつけてるあの FX のグリップヒーター、最後のセッティングこれ覚えててくれるんですよ。なのでさっきあのスタジオ着く前オレンジにしては4段階目ですよね。それでそのままセーブしてくれてます。時折これがあのしばらく乗らないでいるとあのリセットされちゃうんですけど、基本的には覚えててくれますね。で、Google 先生ここを左曲がるという渋いルートを進めてくる。正面行くと靖国神社ですね。遠くの方で首都高がめっちゃ混んでるのが見える。首都高ってほんと空いてると最高なんですよね。当たり前ですけど A 地点 B 地点近くなるんですよ。当たり前ですけど、だけど混んでると A 地点 B 地点がめちゃくちゃ遠くなるんですよね。今の時間帯は乗らなくて正解でしたね。やばかった。さてさて、このマニアックなルート、ここもね昼間は綺麗なんですよね。この時間帯この街灯もちょっと古めかしくて雰囲気出てませんか。ここね、ランニングされる方、ランナーの方結構いるんですけど、でもあの混むほどじゃなくて、で自転車乗る人が意外に見ないですね。地面にね自転車用の枠切ってあるんですけどね。なんか東京の中でもあのなんかやんごとなき場所の一つではあるんですけど、
これ左、昔々の旧野戦病院、野戦病院になる前何だったのか分からなくて、今何の建物かは分からないんですけど、完全にバイオハザードに出てくる謎の洋館、これ何だろうな、考えたことなかったな。お、救急車さんどうぞ。あ、こっちですか、よかった。ここのルートもね、なかなかな、この気持ちいいバイク寝かせていけるところなんですよね。ゆっくり寝かせて、マンホール避けて、マンホールもう一発避けて、もう一発避けて、マンホール必ずライン上にある説ありますよね。どうしようかな、左行こうかな、左行こう。お、信号赤だ、ニュートラルの自動運転、リアブレーキスーッとかけて、フロントのピッチングをいかに少なくして止められるかゲーム、ギュッと最後かけて、お、ちょっとスッとこのメーターがグッと上がったけど、最小限に抑えられたんじゃないですか。信号待ち結構こうやって遊べるんですよね。ガソリンが少ない、オドメーター166キロ、納車3ヶ月ぐらい経ちましたかね。いやー乗れてないな、とにかくオイル交換までまだしばらく乗れちゃう。おかしいな、おかしいな、もっと乗る予定だったんだけどな。バイクで行けない仕事も多いんですよね、衣装を持ってとか車で行く遠いとことか。あの信号ぬるーっと赤信号、そのまままっすぐ行っちゃいましたね、ぬるっと。あのゼブラがないところでよかったですね。ここね結構ねぬるーっと行っちゃう車多いんですよね。青になりました。左の方もあそこなんかチカチカとライトアップしてるぞ。あそこ右ルートでちょっと寄り道しようかな。このルートは小川町のギター屋さん ESP テクニカルハウスに寄れるルートなんですよね。寄って、あ、そうだ、ギターの練習しなくちゃいけないんですよ。僕あのこの動画撮ってるとこから約1週間後にあのアコースティックライブのギターを弾く大役を仰せつかりまして、全くまだ練習してないんですよね。1週間、やばい。本番日から1ヶ月ぐらい前に誘われたんですけど、そのうちの半分ぐらいがロケとか出張とか入ってて、そもそも家にもいないし会社にもいないし、でだからギターは一切弾いてないんですよね。どうすかな、今から練習してなんとかなるのかな。もう半分もう余裕ですよ。もうここからその付け焼き場じゃどうにもならないですから。なんかいきなり明日弾けるようになるかというとそんなことはないわけで、もうこうなると、まあ、恥かくのはもう確定してるというか。いやー、まあここからねめちゃくちゃに練習しますけど、まあ、大きくは変えられないですよね。信号変われ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 、変わりそうで変わるか、変わりそうで、足下ろしたくない下ろしたくない、変わるか、変わった、足下ろさずに済んだ、ラッキー、一発右。この辺も、あそこなんかライトアップしてますよ。ちょっと左通っちゃおうか。なんだろうね、これ何のオフィスビルだ。今年丸の内中通りって何してんだろう。そこテネレで行ってみたいな。年末年始バイク修理から戻ってきたら行こう。この時期の空気は澄んでていいですね、綺麗ですね。車乗ってると上を見上げるなんてことないから、これがバイクの特権ですかね。なんかまだこのスタジオに来る途中のデータまだパソコン取り込んでなくて見てないからわからないんですけど、今この GoPro Hero 9が水平維持モードで撮ってるので、やっぱ自分が傾いても水平である程度いてくれて、でヘルメットカメラこうやってね右に左に上に触れるので、もしかしてこれ2カメ体制便利かな。
あ、お腹空いた、そばどころ丸屋。おそばいいな、最近おそば食べてないな。夜ご飯何食べようかな。今日の昼はですね、とんかつ食べました。美味しかった。お、綺麗ですね。これどうやって撮れてるんだろう、 GoPro と FTR。 綺麗綺麗。まあというわけでちょいと寄り道して遊んでいきますので、また別の動画でお会いいたしましょう。僕は早くこの素材パソコンに取り込んで見るのが楽しみでございます。で最後にちょっと編集点を置いて終わろう。FDR と GoPro、 はい、というわけでまたお会いしましょう。以上、レイがお送りしました。